全 VTuber でオンリアップが一番うまいのは誰だ？届いてたんだな！うーん、ペコちゃんじゃないけど。ござるのやつ見た。あー、なんかいろはちゃんが耐久で頑張ってたやつだよね。ちょっと見てたよ、ペコーラも。頑張っとるなと思って。なんか深夜あたりさ、大変そうだったよ、マジで。でもね、わかる。集中力も切れるし、ミスりやすくなっちゃうんだよね。すごいわかる。いや、みんながさ、ペコアラたちとかにさ、優しくするの、いいと思うけどね。いや、時々コメントでもさ、なかなかなさ、おいおい、なかなかひどいこと言うやんってさ、コメントあるけどさ、甘やかしてもいいじゃんね、と思うよ、ペコアラは。ペコちゃんは甘やかして育てるもの。やっぱペコちゃんだって甘えたい。甘やかされたい。そうペコでしょ？甘えるな。ペコちゃんがそういうコメントを拾えば大丈夫だよ。確かに。じゃあみんなペコアラ甘えさせるようなコメントでね。ごめんね。あー！漏れそうだった今！危ねー！今確実に漏れた。漏れてない。漏れてないペコけど漏れそうだった。漏れちゃったかって。コメント気持ち悪いな。漏れちゃったから漏れてるわけないだろ。言葉は間違えただけよ。誰のせいだよ、ね。アイドルは漏らさん。危ねえ、こ、ねえ、マジあいつやばい、こいつマジドラゴン。なんだかんだ、サコ先輩にも勝っちゃったしな。やっぱペコラなんだよな、みんな。待って、これって。んって。ん存在しない曲を。え存在しない曲昨日のアクペコカラフでよかった。魔法少女アクペコ。アクハ先輩、待ちくたびれたペコよ。ペコラちゃん、ごめん、待っててくれてありがとう。あれよかった、あの後もペコラ知ってたからさ、すごい嬉しかったな。明日はシオン先輩かな。でも嬉しいなと思うな、呼ばれるの。あ、ちなみに罰ゲームも一応言っとくわ。一応の罰ゲームが1時間ホロメンのいいところを言う配信。これルーレットで止まった人のメンバーのいいところを言っていくっていう感じなので、こっちを見てふざけんじゃねえ。これホロメン、このルーレットに当たった人のいいところを言っていくってやつをさ、作ってはいたんだよ。これもまあでもいずれね、またなんかのやつの時に。めめ